独自のパールは、インディガーションパールはしょっちゅう使ってましたね。自分でカラープリントもやってました。非常にナチュラルなモノクロで仕上がっていると思います。いわゆる鮮やかな部分の青とか、赤とか原色に近い部分も、なんか割と飽和せずに、べったりをせずに、綺麗にプリントしてくれたかなと思います。カメラマンの横山です。お疲れ様です。今回は、こちら、富士フィルムのプレミアムプリントというですね、写真展とか作品向けのプリントサービスを使って、実際に写真展を開催しましたので、その様子とともに、このプレミアムプリントの魅力についてご紹介したいと思います。で、プレミアムプリント、個人的にたくさんある魅力の中で、その中から今回は3つご紹介したいと思います。で、1つ目が、豊富な用紙のサイズと紙の種類を選ぶことができるという点にあります。で、例えば写真展だと A2 ぐらいの、ポスターぐらいの大きさですね。で、それぐらいのサイズとか、B0 とか、ね、家庭用のサイズ、A3 伸びを超えるような大きなプリントサイズまで、対応してますので、なんか写真展、大きな作品飾りたいなっていう場合には、ぜひ使ってみていただきたいなと思います。で、もう一つは、写真作品をプリントする上で、いろんな紙の種類を選ぶことができます。たくさんある種類の中から紙を選ぶことができます。例えば、この写真なんですけど、これはラスターというですね、半光沢の紙でプリントしたものになります。で、それとは違って、超光沢ですとか、マット系の紙ですとか、そういうふうに紙の種類をたくさん選ぶことができますので、作品の作風に合わせた用紙を選択していただけると、もっと写真展が楽しくなるかなと思います。2つ目が銀写真プリントですよっていうことですね。で、通常のインクジェットプリンターってこの紙の上にインクを吹き付けて、色を表現してるんですけども、銀写真プリント、こちらは紙の中に顔材、色素が入ってまして、それをレーザー露光して紙自体が発色すると。で、しかも1ドットがフルカラーで発色するので、例えば暗部の階調性だとかハイライトの薄い部分の色ののりとかが結構いいかなと。銀写真プリントならではの、またインクジェットとは一人違ったテイストになるかなと思います。で、しかもその銀写真プリントを富士フィルムのラボの技術者さんが写真を見ながら補正してくれるオプションサービスもあるのが、このプレミアムプリントの魅力になりますね。結構用紙に合わせた階調補正をやってくれるので、ロー現像した写真でも結構暗部の締まりとかね、ハイライトの抜けの良さとか、そういうところを調整してくれるので、ぜひこちらもおすすめです。一回試したんですけど、すごくロー現像した写真をさらに追い込んでくれるっていうサービスに なってるような気がしますね。はい、3つ目がインターネットで注文できるというところにあるんじゃないかなと思いますね。はい、例えば近くに写真屋さんがなかったりとか、すごく夜に忙しい中夜に入稿したりとか、そういうこともあるんじゃないかなと思います。で、そういう場合でもいつでもどこでも写真を注文できるので、割と気軽に頼めるかなと思います。で、プリントした写真はご自宅に送られてくるので、そのままね、こういう額装とかに入れるんじゃないかなと思います。実際富士フィルムのプレミアムプリントの注文手順について、まず簡単に見ていきたいと思います。それではどうぞ。こちらが富士フィルムプレミアムプリントのホームページになります。で、こちらから注文していくことになりますね。で、右上に注文するボタン、こちらがありますので、はい、クリックして、そうするとこのような画面が出てきますので、一番上のプレミアムプリントの注文するボタンを選択すると注文画面に移ります。で、まず一番最初にプリントする用紙のサイズを選びます。で、例えば小さなサイズですと、まあ、L 版ぐらいのサイズから、A4 とか A3 伸びとか A3 とか人気のあるサイズですね。で、それから写真展用に、大きなサイズ A2 ですとか、例えば B0 ですとか、それぐらいのサイズまで、豊富な用紙のバリエーションから選ぶことができます。で、今回はじゃあ A3 伸び、こちらを選択してみたいと思います。で、選択するとこちらの画面の方に、サイズのシミュレーションが出てきます。例えばギャラリーに飾る場合だとこれぐらいのサイズ感かなとか、同じ写真でもこうリビングに飾ったら、まあ、こんな感じになるかなっていうのが、プレビューで分かるようになってますね。はい、じゃあ A3 伸び、これを選択したら、次へ、右下の次へボタンを押します。
はい、で次は用紙の種類を選ぶことができますね。でグロッシーですとかパールですとかクリスタル、ラスター、キャンパスでそれぞれですね、あの用紙の特徴がこちらに書いてます。はい、で今回はあの私の写真はラスター、半光沢で落ち着いたマット調のプリント、ね、こちらを選択してみたいと思います。でなんか絹目調にも似たあの少し落ち着いた紙ですね、こちらを選択してみたいと思います。そうするとこちら、プレビュー画面で、その紙のイメージっていうのが出てきますので、だいたいこれを見てあの選んでいただくのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、でラスター選びましたら右下の次へボタンを押します。はい、じゃあここで、注文したい画像をこのパソコンから、サーバーへアップロードします。で画像を選択、こちらのボタンを押しますね。はい、で今回デスクトップに、プリントした写真がありますので、これを選択して開くボタンを押すとファイルの一覧が出てきます。でアップロードボタンを押すとこのパソコンからサーバーにアップロードが始まります。はい、こんな感じで、プリントのイメージっていうのが出てきますね。はい、でここでおすすめなオプションですね、こちらをご紹介したいと思います。で編集ボタンっていうこの鉛筆のマーク、こちらにあるんですけども、こちらを押すと、中に色調補正というボタンが出てきますね。はい、でこちらを押すとどういう仕上げを行いますかっていうのが出てきます。で通常ロー現像した写真、こちらをできるだけ画像に忠実にプリントしたければストレート仕上げ、これを選ぶと色調補正を一切行わないでプリントして出てきますので、まあ画面のイメージに結構近い感じで出てくるかなと思います。で今回おすすめしたいのがこのラボお任せ仕上げっていうこちらですね。はい、こちらをおすすめしたいと思います。で私も一回試したんですけども、なんかどっちかというと色調を大幅に変えてしまうと、そういうものよりは紙に合わせたシャドウの階調補正とかハイライトの階調補正を技術者さんが見て、写真を見ながらやってくれる仕上げになりますので、非常にシャドウの締まってハイライトの抜けのいいプリントになったっていうことがありますので、今回このラボお任せ仕上げ、こちらを、おすすめしたいかなと思います。ぜひね試してみていただきたいかなと思いますね。はい、で編集を保存をします。ここで、色調補正が決まったら次へボタンを押します。まあ、次に選ぶのが、この縁の選択ですね。例えば縁なし印刷だとこういうなしだとこんな感じのイメージですね。で白い縁をつけたり黒い縁をつけたりっていうことができます。はい、で今回はなしでいきたいと思いますね。であとは後加工、こちらを選ぶことができるようになってますね。で例えば裏打ちをしたりですとかパネル貼りをしたりですとか、そういうオプションが選べるようになってます。で今回は写真展の会期が1週間でちょっとカジュアルめな写真展だってこともあって、裏打ちなしの後加工なしで行ってみたいかなと思います。はい、で決まりましたら、カートへっていうボタンがあるので、はい、こちらを押していただくと決済画面へ行きます。でここで注文していただくと後からご自宅にプリントが送られてきますね。あ、じゃあとりあえず玉さん、はい、富士フィルムのプレミアムプリントで出したディープマットの赤外線写真です。モノクロですね。それが来たんで、まだ開けてないんです実は。ちょっとここにあるんでぜひちょっとご覧になっていただきます。ちょっとね、柴崎のラボから来てますね。甲州街道のところ。そうです。もう一回行ったことありますね。あるある。あの昔ギャラリーがあったと思うんですけど。行った。中に、はい。これです。どうぞ。ちょっとね、あの太陽光で明るいんですけど、ご覧よって。もう俺も見るの初めてなんですけど。今回ディープマットを選んだ理由って何かあります？
やっぱ光沢じゃなくて、うん、やっぱモノクロのこの黒の締まりとか反射とか考えるとやっぱりこう、そうですよね、うん、この落ち着き、はいはいはい、うん、いいじゃないですか、うん、いいね、いいじゃないですか、うん、結構あれですよね、色転ばないで割とストレートな感じで、あ、いいですね、うん、こんな感じで、はいはい、うん、じゃあちょっとこの先の説明はギャラリーで、ね、ええ、うん、お願いします。はい、それでは今日はスペースガレリア、千葉のスペースガレリアというギャラリーに来ています。で、今回はこの一角をお借りして、あの富士フィルムのプレミアムプリント、こちらで、写真家の石田健二さんと、田村拓也さんをの作品をこちらで展示しております。で、それぞれちょっと作品を見ていきたいんですけども、まず石田さんの作品から見ていきたいです。あとで、あのワイプ出しますね、はい、こちら、はい、こちらは、プレミアムプリントの面紙がパールという、ちょっとねメタリックな紙でプリントしたものになります。で、こちらどうですか見て、うん、イカのね質感とこのパールの質感が結構合うかなと思って、私は勝手に選んだんですけど、いやいや、パールは昔からいっぱい、富士のパールはイン会社のパールはしょっちゅう使ってましたね。自分でカラープリントもやってました。マジですか。だから最高にいい出来じゃないですか結構作品に合ってますよね。合ってた、はい、ジャポンって光ったら余計よく見えるから、はい、最高じゃないですか。そうですよね。なんかこう透明感があるものとか、車体自体がこうメタリックのものとか、なんかそういうのにはいいかな、うん、結構風景なんかにもこれ使ったりするんですかね。します。なんだろう、朝方の風景とか、うん、要は夕景とか朝焼けとか、はい、そういうのに使うの最高に。なるほど、はい、じゃあ次に、田村拓也さんですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、田村さんの作品はこれはモノクロの赤外写真、そうですね、で撮ったものね、はい、はい、で、そちらを、プレミアムプリントのディープマットという無光沢な紙でプリントしています、はい、で、こちらはね、田村さんからのオーダーでこれがいいねってことでディープマットを選んだんですけど、なんかそういう紙を選んだ理由っていうのは、やっぱりモノクロなんで、はい、紙を非常に選ぶんですよね。ですね、そういった部分で、どうなのかなっていうところで、はい、まあ、紙の見本を見せていただいて、うん、あ、これなら間違いないだろうと、はい、いうことで、これを選んでプリントしてもらいましたけれども、はい、非常にですね、テカリもなくしっとりした感じで、はい、まあ、いい感じに仕上がったかなという。なるほどで、一つ多分インクジェットプリンターでモノクロプリントしてる人で結構悩みで多く聞くのが、なんか純黒調じゃなくてちょっとセピア調になっちゃったりとか、少しなんか青っぽくなっちゃったりとか、モノクロに色がついちゃうっていうね、うん、ケースも結構起きてくるって話聞いてるんですけど、うん、これ結構割とニュートラルな黒で、そうですね、出てますね。シアンに乗る、シアンかぶることが結構多いんですけど、これは全然、シアンかぶりも、マゼンダも浮いてませんし、はい、非常にナチュラルなモノクロで仕上がってると思います。はい、で、結構こうギャラリーのライトで、結構強いライトですけども、やっぱ反射しないんで、すごく見やすい展示になってますよね。はい、ということで、田村さんのこの作品ですね。ちなみにこれどこで撮影された？これは千葉の外房の、はい、台東というところに灯台があるんですけども、はい、台東岬の灯台、あれですね、写真になります。はい、サーフィンのオリンピック会場の、そうです、そうです、そうです。近くですね。はい、はい、で、実はこれ裏っ側行かないとこれ多分撮れないんです。そうですね。ね、ちょっと裏の方からこう狙ってみました。はい、はいはい、ということで、田村さんのディープマットの、モノクロ写真、赤外写真のご紹介でした。で、最後に私がこちらですね。ちょっと物撮りの作品をラスターというですね、ちょっと絹目調にも似た半光沢の紙で出してます。で、狙いどころとしては質感と色ですね、これが両立できる紙がこのラスターなんじゃないかなということで、今回ラスターで出してみたんですけども、この辺の金属の薄い部分のハイライトの階調とかグラデーションですね、そこまでしっかり色が乗ってて非常にいいかなと思います。で、あと色もですね、色の鮮やかな部分の青とか赤とか原色に近い部分もなんか割と飽和せずにべったりをせずに綺麗にプリントしてくれたかなと思います。で、もう一つちょっとこういうプリントするときに気をつけることなんですけども、やっぱグレーがね、グレーにどういう色づきが出てるかっていうのを画面にできるだけ近い状態で出てほしいなということで、これをちょっとだけ
暖色系に色を調整してるんですけど、まあ、その雰囲気もちゃんと出てくれたかなと思います。はい、結構ねこの辺の暗いところから被写体の質感が出てくるところっていうのは割と DM プリントならでは、DM写真プリントならではかなと思いますので、はい、ここでプレミアムプリントでプリントするときに便利なアイテムのご紹介をしたいと思います。こちらプリント面集見本帳というもので、いろんな用紙にサンプルの写真がプリントされたものになります。でまずはこちらをご覧いただいて、どの紙にしようかなっていうちょっとイメージをつけていただくのにいいかなと思います。もう一つはこの写真の画像データをダウンロードできますので、このプリントと画面を比較してどういう色で出てくるのかなっていう色の差を確かめるのにもいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は写真展を通じてこの富士フィルムのプレミアムプリントの魅力をご紹介させていただきました。で実際やっぱ写真のプリントですね、そのサイズとかこの紙の種類によって皆さんの作品の見え方変わってくると思いますので、ぜひいろいろお試しいただければなと思います。お部屋に飾る写真とか写真展に飾る写真、ちょっと大きく伸ばしたいなっていう場合にはこの富士フィルムのプレミアムプリントを使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。